駅、出入り口ホームシン菅駅は奈良県柏原市蘇我町にある近畿日本鉄道大阪線の駅である。駅番号は D27。駅名は開業時高市軍神菅村であったことから、相対式2面2線のホームを持つ地上駅。改札、コンコースは地下に、ホームは地上にあり、各ホームと地下コンコースを連絡するエレベーターが設置されている。 ホーム有校長は6両。出入り口は南北双方にある。トイレは下りホームにあり、男女別の推薦式。大和八木駅が管理する友人駅でピタパイ効果対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。近年における当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。 山本和義。懐かしの鉄道展。近鉄駅。開業90周年 SL 写真やジオラマ300点。明日。あさって山戸高田。毎日新聞 ABC 曽根悟る。週刊歴史で巡る。鉄道全路線大手市鉄2号近畿日本鉄道。1。朝日新聞出版。週刊朝日百科、2010年8月22日。18から23ページ。 ISBN 978から4から02から34132から7。平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道。 http コロンスラッシュスラッシュ www。kintetsu。jp。スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ iccar。d。2 0 0 7 0 1 3 0 pdf。二零一六年三月九日閲覧。ab。駅の情報。新。菅。近畿日本鉄道。二千二十一年十月十日閲覧。駅物上工人大阪線。 近畿日本鉄道奈良県統計年間、ありがとうございます。